毎度アーチです。はい、今回ですね、ちょっとこの新居でね、ちょっと初めて撮影してるんですけども、今回はねバットを紹介したいと思います。それがですね、こちらですね。じゃーん、はい、出ました。毎度おなじみスベルスポーツね、スベルスポーツのオーダーでございます。今回ですね、ちょっと色変えてみましたよ。早速ね、開けてみたいと思います。いいっすね。はい、今回赤褐色ブラウンっていうね、ちょっと珍しめな配色にしてみました。こちらですね、スミレスポーツで最近取り扱いが始まったバーチ、ホワイトバーチ、まあ目白カバというね、材を使ったスミレスポーツのバットになっております。はい、今回ですね、このバット、まあ今後使っていくんですけど、まあちょっとね、色味の話をすると、まあちょっとね、あんまり被らないような色味っていうのをちょっとやってみたくて、でもあんまりこの赤褐色で、こっちがブラウンっていうのね、赤褐色、黒はちょくちょく見たりするんですけど、黒赤褐色とかっていうのはちょいちょい見るんですけど、まあ赤褐色ブラウンはあんまりないかなと思ったんですよ。まあ今回ちょっと作ってみたんですけど、なんとですね、このスミレスポーツのこのオーダーバットと同じ日にスミレスポーツに納入された即売品、同じ色でした。はい。被らないようにって考えたのにっていうのね、まあちょっとまあそんな裏話があったりして、まあそれはそれでいいかなって思ってるんですけど、まあ今回ね、こちらね、スミレスポーツのバーチなんですけど、今回これについてはそんなにめちゃくちゃ喋るわけはないんですけど、喋ることはないんですけど、この BFJ の色についてね、ちょっとね解説していこうかなと思います。っていうのもね、こちらBFJ マーク入ってるんですけど、この BFJ マークって大学野球で使用するためには絶対にこの BFJ マークは必要なんですよ。ただ、まあ、昔動画に出したんですけど、社会人野球はこれの限りではなくて、社会人野球で使えるバットっていうのは日本バット工業会って呼ばれている、まあ、なんか団体があるんですよね。そこに登録されているバットであれば BFJ マークがなくても使えますっていうルールが実はあるんですよ。なので、まあ、スミレスポーツはもちろん日本バット工業会に登録されているので、スミレスポーツの竹バットとか、ラミバットとかっていうのは、社会人野球で実は使えます。意外と知らないルールなんですね。まあ、例えばこちら、僕がちょくちょくこの部屋の中でね、振ったりするのに使っているこのリンドスポーツの竹バットなんですけど、これもリンドスポーツが、日本バット工業会に登録されているので、使えますけど、まあ、使う人いないっすよね。これ、プラクティスバット。80センチのものなんで。はい。まあ、これ使って、社会人の試合に出る人は、まあまあまあ、いないかな、と思います。で、まあ、なんでそうなってんのかは、ぶっちゃけ知らないです。もうそこの理由なんか、本当にわかんないです。まあ、その規約のね、由来なんて、そのまま知らないんで。ただ、この BFJ の、規約によると、使用できるバットの色っていうのが決まってます。それが赤褐色、ブラック、ブラウン、単黄色、白木ですね。この5種類です。5種類だけです。少なって思ったでしょ。マジで少ない。ただね、これ結構ルールの裏というか取れる方法っていうのがあって、例えばスミレスポーツで赤褐色って言えばこの色なんですよ。この色になります。ただこちら前に紹介したディオのこのバットなんですけど、これ赤褐色なんですよ。全然違くないですか。これどっちかといえばオレンジ味が強いですよね。で、これちょっと赤黒みが強いっていう感じなんですけど、これも赤褐色です。っていうのも、メーカーがこれは赤褐色ですよって、メーカーというか工場かな、がこれは赤褐色です。うちの工場で出る赤褐色はこの色ですって言ったらそれが通るんです。これおかしくないですか。不思議じゃないですか。こんだけ違うんですよ。赤褐色っつって。ね、こんだけ違うんですよ。これ結構ね、日本の野球界あるあるで、例えばこのグローブね、まあ色以外にも使っちゃいけない要素あるんですけど、高校野球とかでは高校野球って赤使えないんですよ。赤色のグローブって使えないんですよ。赤とか青とか緑とか使っちゃダメなんですよね。で、高校野球のグローブの規定っていうのは、原材料に限りなく近いものっていうのが規約に書いてるんですよ。なんで、まあターン、オレンジ、黒は OK なんですね。なんか染めてるけどとか、まあそんな感じの色しか使えないですけど、赤はダメなんですよ。ただ高校野球とか、まあ、甲子園とか見てたら分かると思うんですけど、赤のグローブってめっちゃあるじゃないですか。あれね、オレンジなんです
あれもメーカーがオレンジって言っちゃえば OK になるんですよ。意味わかんないですよね。そんな規約があって、まあだからこのグローブも、いやこれなんちゃらかんちゃらオレンジなんですよって言ったら通る可能性もあるんです。まあこれ高校野球使おうと思ったらこの刺繍とかいろいろ入ってるんで使えないんですけど、ただメーカーが赤って言わなければ使えるんですよ。これ不思議ですよね。そんなガバガバの規約なかったらいいのにって思うじゃないですか。僕もそう思ってます。めっちゃ思ってます。だって必要ねえじゃん。いや、青のグローブ使って何がダメなの？これ社会人野球でも赤のバット使うことが何がダメなの？ってなるじゃないですか。青いバット使っちゃなんでダメなの？なんでが答えられないと思うんですよね。なんか高校野球だったら、いや高校生らしくないからとか意味わかんないこと言い出すと思うし、これに関しては本当なんて言い訳するんでしょうね。わかんないですけど。でまあ社会人野球のこの、まあ、BFJ のね色規定もよくわかんないですし、高校野球の色規定もわかんないですけど、仮にじゃあ真っ赤っかです、何がダメなんですかって説明求めたら多分答えられる人いないですよね。まあ、そういう意味でも日本の野球界ってどうなのって思う部分はありますよね。そんなこともありながら、厳しい規定もありながら、とりあえずあんまり極力人と被らない色って何かなって思った時に、前作ったブラウンとイエロー、ブラウンと単黄色のバットも一つですし、赤褐色とブラウンっていうこの組み合わせってのをちょっと考えました。はい、っていうの感じですね、今回は。まあ、この色結構ね、思ってたよりかっこいいんですよね。うん。いやね、結構ね、作ってみると結構かっこいいみたいなね、ちょくちょくあるんで、まあ、バットを作る際ね、こういうカラーオーダー、この真似してもらっても全然構わないので、はい。ぜひ、バット作る際の参考になればいいかなと思います。ちなみにね、このアチュモデル、このバットアチュモデルというモデルなんですけど、89センチ890グラムで作っております。材質はバーチです。スミレスポーツでのみ、アチュモデルは、オーダーできるようになってますので、もちろんアチュモデルのね、この85センチ版とか4センチ版とかも作れます。その短めのアチュモデルをね、使ってみた動画っていうのも1本あるので、それ見てちょっとね、参考にしてみてはいかがでしょうかという感じで、今日の動画終わりたいと思います。チャンネル登録、いいね、コメント、ではちなみの動画もう1本見ていただけると嬉しいです。それでは、失礼します。Thank you.